第29回「俺はそうは思わない」始まりますお願いします、えー、このポッドキャストは何かと「俺はそうは思わない」と言いがちな2人が日常的になったことについておののの偏見を交えながら語る、えー、ポッドキャストですお願いしますはいよろしくお願いします最近ね、はいあの熱い漫画があって個人的にほう今ジャンプププラスでやってる漫画なんですけれども、うんうんうん、普通の軽音部っていう 漫画がすごく熱い個人的にめちゃめちゃ面白いと思っていて読みましたよつ,ついさっきアンボにね「ああ読んで」って言って読みましたもうすごい勢いで読んでもらったんだけど、うん、面白いよねなんか面白くないか何な,なんだろうねあのなんかちょっとあなんかこれ分かんねえなとかさ こう読んでて、うん、なんとなくわかんないけど読み飛ばしちゃう部分みたいなのがないよね。ない全部読めちゃう。うん、そして全部面白い。ね、うん、そうなんだよ。なんか、なんかその軽音部漫画ってさ、うん、10年前だとさ、軽音っていうやつがすごい流行ってね。はいはい。俺らが中学生ぐらいの時にめちゃめちゃ流行、ね、った。あれ、なんかき、き キラキラした、うん、ゆるふわ、うん、もう当時でいう言葉のゆるふわっていう、うん、なんか軽音部を描いた萌え漫画だったんですけど、うんうん、で、つい2、3年前、ボッち・ザ・ロックっていうアニメが流行りました。軽音部のね。それも。それはなんか、俺見てないですけど、おそらくボッチな主人公が仲間を集めて、<laughs> うん、キラキラしていくであろう,う。<laughs> 俺も見てないんだけどな。そ <laughs> らくそうでしょう。<laughs> 見てないんだけど。 て流行ったんですねでその系譜でついに普通の系音部来たかと <laughs> なるほどね俺最初見たあのタイトルを見た時、うん、ついに普通来たかみたいな感じで読み始めたら<ー>マジで普通じゃんっていう <laughs> すごいよね <laughs> もうリアル東進大好き<う>恥ずかしいぐらいっていうリアルだね、うん、なんかちょうどいいよねそのリアルと、まあ、漫画 操作のまフィクションまではいかない感じ。漫画表現としてちゃんと落とし込まれてる感じね。そうなんだよ。ずっと緩いんだけど、ずっと痛々しいんだよ。なんか出てくるキャラクターがみんなでもいたんだよな。確かにこいついたなって思うよね。いやわかる当時の自分のね。本当にそう。高校の時の軽音部をなんか思い出すよね。 そういやわけい音部なかったけど俺の高校の時あったんだなかったなかったけい音部がない高校なんて存在すんのうんするなかった俺らの時はえーうん、こんな感じだったあったよそうだねまあその内部なんかバンド組むまでの話とかはあんま、うん、あのその流れはわかんないけど、うん、なんかその男女で はい、誰が好き誰が別れるどうのこうの仲悪くなるなんかすぐ部活やめるみたいな印象はあるよ。うん。うん。よ、うん、ねそういややべえなと思ったのがさあの <laughs>、うん、その軽音部ってさなんか、うん、運動部に入るほどではないけど文化部には入りたくない程よく青春をしたい陰キャの集まりみたいなさ。<laughs> なんか言語化をしてるじゃん <laughs> <ま> <laughs> この漫画内で、うん、その主人,主人公がね<も>そういう感じだもんねなんかそれをもう全面にやっちゃう感じ、うん、っていうのがしかも明言してるし作中で本当にそんな感じだったの、うん、芸音部そうだねいやあでもでもちゃんとなんか、うん うん、あのまあうちの俺が行ってた高校は結構頭悪かったからしっかりしっかりギャルがいたんだよねああそうなんだギャルたちがやってたしっかりとしたルーズソックスのギャルたちがいたんだけどやっぱ、まあ、もちろんそういう子もいたし、うん、でもあ意外とこいつも軽音なんだみたいな子もいたしうん なんかやっぱでも本当にあのあの感じっていうのかななんか描かれてるキャラたちの雰囲気だったと思うよ自分は陽キャだという<ー>認識のもとはしゃぐ陰キャみたいな <laughs> あそういうのもいたんだたでもやっぱあんなにな,なんだろう、うん、あの漫画作中では描かれてる、うん、あの3年生とか 先輩はこうちは盛り上がりしてるけどその中でしっかりかっこいいみたいなそれが1年に伝わるまでの熱量の人はいなかった伝わってはいいなのねでも3年生とかまあその先輩方でこうちわの中だけどすごくかっこよくこの特別な存在じゃないけど引っ張っていくような感じというか雰囲気を持ってる人はいたと思う。 あうん、でも当時の,その高校生の俺には全くだったけどまあまあ別に軽音部入ってないしねそうそうなんかすごいねそのバンドの演奏の俺のイメージは軽、うん、音部のボーカルの声ちっさってあーわかる <laughs> どのバンドるもドラムとそのギターとベース の音でけえなみたいな。うん、いや、そうなんだよ、ね。もその音しか聞こえねえみたいな。多分ね、プロの人たちは声量が違うじゃん。うん、だから成立してるんだろうけど、もうその素人の声量じゃもう、聞こえないみたいな。ハミングやんみたいな。うん、ドラムとベースたちに消されるよな。そうそうそう。うん、まあなんかそういうのとか思い出したりね、結構。あ、そういうの書いてくれなんだろうな。 うん、し誰が読んでもなんかね嫌な感じが全くないというかね。そうなんだよね。これずっとね、それがすごいずっとそう、なんか主人公嫌じゃないんだよ。なんか、うん、特別キャラが立ってるわけじゃないんだけど、嫌じゃないんだよっていう。でもちゃんとね、感情の起伏めちゃくちゃあるし、うんうん、そうなんだよ。なんかね、かわいらしい。誰にも嫌われない感じはあるよね、うん、なんか確かに <laughs> キャラに <laughs>。 すごい、疲れるキャラじゃないけど、みたいな。うん。それもなんか今っぽいよね。その、疲れるキャラより嫌われないキャラみたいな。うん。いや、でも分かる。なんか、今、大陰キャ時代だからな。うん、本当に。<laughs> もに。全部<ん>、いやいや何個時代あんだよ。すごい重なてる、ね、かっこいい。大陰キャビジネス時代だから今、本当にに。陰キャの方がバツの時代だから。 本当に何か共感共感やすいっていうかそう陽キャより陰キャの方がまずいっていうあると思います陰キャって言いやすいもんなその自分が陰キャですってすごく言っちゃいやすいし言いやすいよねそのねんか予防線にもなるしそうあるみたいそう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 んかねそうなんですよ えー、なんでこの漫画のことをちょっと話したかっていうと、はい、まあちょっと読んでほしいんですけどああ面白すぎて読んでほしいっていのもあるんですけど、ね、あの親しみやすさえっ、ー、とね遊びの部分と洗練されてる部分、うん、両立してるなこの漫画と思っててはいはい見ればわかるんですけどちょっと、うん、その遊びと洗練ってどういうことなんだみたいなことをちょっと今回話したいなと。 <思>なるほど創作におけるねそうだね遊びとまあね漫画に限らずね遊び遊び心っていうものと洗練,洗練されてるものっていうのは、うん、どんなものにおいてもクリエイティブには存在することだろうな、うんうん、ってことねちょっと今回この言葉今んとこふわっとしてずっと喋ってるんで、うん、やっていきたい確かにうん なんかそうだねそれちょっとはい言われた時、はいうん、まあ遊びと洗練をまず分けることが正しいのかみたいないや分かるよ分かるよそう遊びと洗練がそもそも相反しているものではないのでは<う>みたいなね逆ベクトルじゃなくねみたいなのも思い始めているよねもうすでにああそうなんだよなまあそうだねだって洗練されたってこうなんつうの うん、磨かれたみたいなことだよねあああそう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 宣伝ってねもちろんねなんか研ぎ澄まされてる遊びもあると思うんだよないや,やそうそうなんだよそうマジでそれ研ぎ澄まされた遊びってもはや宣伝、ね、<laughs> の遊びじゃんみたいな状態ね、うん、これちょっと原稿化していきたいな じゃあ遊びはななのかみたいなことだよ、ねはい、こうまあ緩急の差だったりさよくよくあのなんだろう粗密、うん、粗いと密になってるみたいなあのすごいギュッと、うん、ギュッとなってる部分とこう、はい、さっぱりしてる部分みたいなはい、はい、メリハリだったり、うん、っていう部分でもまあ 遊びって使えるのかなとは思うんだけどそうそうでも何だろうこういう日常系漫画とかにおける遊びって、うん、なんかまあ言ってしまえば全部遊びみたいなもんなのかなとか思ったりさそなん,だよななんかその余白とか間とかそ,のそういうところ、うん、そういう部分作り手のなんか独自のこうそ創造性というかみたいな部分に遊び、うん 遊び心って宿ってるじゃないですか。うん。なんか余白なんですかね遊びとは。いやむずい。これで、ね、もこれもまたむずくて余白が戦倫っていうことあるじゃん。はい、<laughs> なんか <laughs> むずい。ちょっと待ってこのテーマむずい,いなんかこれ余白についてなんだけどはいはい。はいはい、あのーはい、えっとちょっと前に、はい、あの僕が文字とデザイナーの展示に行ってきましたって話。 ちょっとしたと思うんだけど、はいうん、そこでまあ売ってる本をね買いまして、はい、それ結構文字の歴史とかなんかいろいろ書いてあって面白いんだけどそこに余白とはみたいなものを書かれてて、うんうん、余白とは,、うんうん、白とはえっ、ー、とまあリズムであると、うん、まず、まあ、確かにでうん、えー、と余白はまあそこに 何もない空間があることによってその空間にこう他のものが持ってる意味合いとは違う意味合いを持ってそこにこう想像力とかうんこう他のものが持ってる意味合いとは違うものを感じさせて想像させることによってリズムが生まれるそのリズムを生むためのものが余白であるみたいな。 はいはい、書かれ方をしてるのよその本ではねはい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 うんでいやまあ確かにすごいなと思って俺は受け手がなんかいろんなこと考えられるってことあの作り手の意図通りじゃないくっていう意味それってそうだね作り手の意図というよりかは、うんうん、その想像の余地があるみたいなそうそう違った意味合いを持つ空間があることで、うん まあ思考のリズムだったり目線のリズムだったり<ー>そこにこうなんかテンポが生まれると思うんだよねそういうことなんじゃないかなって俺はそれを読んでそう,そういういうに理解したんだけど俺なりにはねへえ面白いそれと遊びっぽいな、うん、なんかその話だけ聞くと、うん、なんかさそうそうだから他の、うん、違う感情を持たせるとかんか波を作るみたいな部分で余白ってやっぱ。 つか作られるというか<ー>それが余白やっぱでも確かにただ空いてるスペースってやっぱ余白じゃないんだよねそこにリズムもないし、うん、想像力も湧かないし感情も、うん、感情もともわない、うん、そこってやっぱ余白じゃなくてただの空きなんだよね、うんうん、よくあの,あのなんだろう仕事で。 あの想定とかね俺は作ってるんだけどそういうのもやっていく中でかここの空き気になるなってやっぱあるし先輩から言われることも,もちろんあるのよ。でもやっぱうまいなっていう人のデザインとかってその空きは存在してなくて全部余白が存在してんのよ。空,空きと余白は違う概念なんだ。 だからそこに想像力とかなんかリズムを生むものじゃない何な,ならリズムを止めてしまうものなんだよねその飽きってうん確かにみたいなそうそうでやっぱうまいものとかかっこいいものとかそれこそ洗練されてるものってちゃんと意図した余白があるだからつまり遊びがあるっていうこと <laughs> な確かに遊びと洗練がぐるぐるするかもしれないねえでも今確かに言われてみれば遊びと余白については、うん、確かにもう一直線上のなんか相反するベクトルじゃなさそうっていうのは思い始めてきている、うん、だから余白の表現の仕方なのかもしれんくない遊びってあーそうだねなんかそのうん受け手に想像を あの任せる部分というか、うん、さっき言ってたリズムとかそ,そうそうそこにねこう作家性を感じてくださいっていう部分なのかとかもちろんそのねあの余白を作った側の人の意思はもちろんあるからまあそ,、ね、それで、まあ、あの意図的にリズム作ってるのももちろんあると思うけど、うん、なんか。 こう大きい輪の中というかその大きい余白っていう輪の中に遊びっていう要素があってうん、うん、わかりますよでそれをどう洗練していくかみたいなあ <laughs> <laughs> そうなの俺この話するまでさ洗練って<ん>なんか作り手の糸が100%に近い純度で表現されていることだと思ってたんですよ、うん、洗練ってそういう言葉だと思ってたんですよ あだ洗練っていう、うん、大きい円の中に遊びと余白っていう文脈があるってイメージかなだからいや余白っていう大きいものの中に遊びとか、うんうん、あと「間」とかがあっては、うん、はい,はい、はい、それをあす、ね、それをあの 洗練して出うわー分かったいやでも分かったよ洗練がやっぱ一番でっかい縁ってことああそれ多分結局そうかなでっかい縁分かり始める洗練し,し洗練していくものみたいなことかいやそうなの最終的に作り手が純度を高める作業じゃん、うんあのー、創作ってうん、うんうん、それの手段っていうか純度を高めるために なんか余白があったり遊びがあったりうん、うん、うわむずいなむずいな結局じゃあ遊びってなんだ宣伝はちょっと分かったんだ遊びってなんなんだろう遊びって何を思うてだ遊びって思うんだろうな,や,なやっぱでも抜け抜け感あそう抜け感抜け感抜けてるみたいな緊張緊張が緩む感じ、うん、わかる は、ね、遊びだよね。やっぱか。び、うん、だろうね、あの、そうだね、この、この漫画の話で申し訳ないんだけど、うん、いや、すげえなと思ったのが、あの何話だか忘れたんだけど、うん、えっと、来週は、うん、あの、バンドの、えっ、ー、と、うん、オーディション会がありますみたいな。 引きがあったのね次のページめくったらオーディションに落ちるっていうタイトルが書いてあって何この遊びって思ったんですよ。めっちゃめっちゃ笑ったんですよ、俺これで。<laughs> なんかこういうのって遊びだよな、みたいな。ああ<ー>。思ったりしましたね。確かに。その時。いやもう次のページでオーディションに落ちるってタイトルに書いちゃってますやん、みたいな。<え>漫画として 信じられなないネタバレなんだがそれみたいなそこはそこは重要じゃねえよとうんそこは重要じゃないこの漫画においてっていういやんだろう遊びを感じる、うん、瞬間あとこの漫画だと、えー、この漫画だとおんおん 1>, 1話目でなんか、うん、主人公がああ ギターを持って歩いてたらなんかちょっとイケメン風の男の子が出てきてでも「こいつと3年間いい感じになることはなかったぜ」みたいなモノローグが入って終わるんですよそこのやり取り「すごっ何それ」みたいな「そこじゃねえんだ」みたいなこれが現実だよみたいなね <laughs> そうそうこれが現実だしこの漫画はこういう感じで進んでいきますみたいな 遊び方半端ねえみたいな思ったんですよ、うん、これ読んでて、うん。<laughs> 確かにな,なんかそういうところで感じます。たね難しいね、遊び。あまあ、誰もが知ってる漫画の遊びなんだろうって今思ってたけどあ、ああ、確かに。いや、まあ、まあ、これ、でもこれは結局キャラ立ちなのかなとも思っちゃうけどああワン、ワンピースで。 うん、ルフィだったりゾロだったりサンジがかっこよく強く、うん、どうかどうか戦ってる中でウソップはゴームするウソップは遊びかなと思ったりしたけど、うんうん、ああそうだねうんまあまあわかるよ必要だしな、うん、緩和の部分ってことなんだそう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 テンポがあるじゃんそこでなんか,あーかずーっとかっこいい戦いしてる よりあそこでウソップが出てくることでなんかこう確かなんだろうななんで必要なんだろうか作り手のえっ何て言うんですか、うん、あれ遊び,遊び心というか本当に緩和の部分親しみを感じるような緩和の部分のことを何となく遊びって言ってんのかな、うん、2> 今2人とも俺はそんな感じがしてるうん今んとこそんな感じするよねでも その普通の軽音部で言うと別にそもそも緊張するような部分があるわけでもない中での遊びはまた別な気もするよねまあずっと淡々としてるしずっと遊んでるようにも見えるからなこれ、うん、遊び明確な遊びなのかなそのなんか <laughs> なずっとこう日常って何だろう こう本筋に関わってないことが遊びっていう大きな見方はあるよ、ねうん、ああなるほど確かに。本筋に関わらないことって全部遊びじゃん。あのどんな創作においてもね。まあそうだね。うん、やっぱそこなんか,、ね、かなんか作り手が本来意図してない部分で生まれてしまったなんか親しみとかなのかな遊びって。 でもなんか遊びがあるとそのリセットされるというかこうずっと緊張してまあ緊張ない漫画だとしてもまあなんだろう主戦があったとしてそれをずっと読み続けるより途中でやっぱ遊びがあってこう一旦そこから主戦からずれてでもう一回主戦に戻った時の方がこう。 なんか気持ちがリセットさ意識がなんとなくリセットされてよりちゃんと読めるみたいな、うん、あー確かにそれはそうだね休憩みたいな疲れないんだよなずっとずっと戦い続けるのって疲れるんだよねうんそうなんだよねそうそうそう休憩なのかな息抜き <laughs> えなんかこれの脳とか狂言の話でありそうだななんか。 全然知どういうことート狂言何の話ノート狂言とかの話でありそう。あの、わびさびみたいな。急に。ああ、なるほどね。ああ、確かに、わびさびなんじゃないかと。わびさびとか。そう、たどってったらそこら辺になんかルーツありそうだよね。遊びって。ありそう。創作における遊びってどういうことなのみたいな。 <laughs> そうか洗,洗練は結構分かったけど遊びってやっぱむずいんだな僕は結構む,むずいですあの今あの新連載準備中なんですけどすごいやっぱね、はい、むずい頑張って遊ぼうとしてるんですけどいろんなところで確かになんか今大が書いてる漫画はこう熱量がねやっぱ多いものではあるからうん、うん、ずーっとそこにグッとこう 引き込まれ続けるのもしんどさはあるよね、うんそう。とはいえ、とはいえ、遊びの分、ずっと必要だなと思いながら書いてるんですけど、漫画なんで。うん,う,んうん。うん。ね、それがやっぱね、なんだろうね。これもまた話すと難しいんですけど、漫画って、あの、機能と肌触りっていうのが存在してて、キャラクターに。うん。その、ざっくり言うと、物語を推進させていく。 キャラクターとしての特性の部分が機能なんですよね。あの、ルローニ・ケンシンだったら、酒場と思ってるとか、頬に十字傷があるとか、あの、昔、人斬り抜刀祭と呼ばれていました、うん、みたいな、そういうなんか、うん、物語のための設定が機能なんですけど、でも、ケンシンって、おろって言っておどけるじゃないですか。<laughs> どこまでの人わかんだルローケンシンそんなみんな読んでないだろ。ケンシンは有名すぎるて、さすがに。ああ でもそうか流浪さんと高いか、うん、そうやってるしおろって言っておど,おどけたりするんですよ <laughs> あの辺はやっぱなんかキャラクターとしてのなんか親しみやすさの部分があって、うん、まああれって言ったら遊びなのかなとか思ったりするんですよねなるほど本来本来必要ではないんだけどでも剣心ってキャラを構成するためには絶対必要な部分っていうむずっうん やっぱでもリズムじゃんやっぱリズムなんだでもやっぱリズムなんだでも余白でも余白というのか分からないなうんうん余白遊びリズム余白ではないもんないやなんかここら辺ずっとふわっとしてるね確かになんか出てくるんですよ結構打ち合わせとかの時に出てくるワードなんだけどうんええむずいな余白リズム 遊び今「わびさび」の概念としては「わび」っていうのははい、えー、つ,つつましく質素なものにこそ趣があると感じる心一方「さ、え、び、ー」っていうのはこう時間の経過とかによって現れる美しさのこと、うんまあ、これはその、うん あのなんだ時間が経つにつれて汚れたり、うん、ちょっと崩れたりとか欠けたりして、うん、こう形が変化してしまう質素なものから、うん、こうどんどん時間の経過によって劣化してしまうことを、うん、こう否定的に捉えずそこには趣がありますよねとかそこには美しさがありますよね<ー>ということがサビ。で「わび」「サビ」。 おらしいですよあれなんだ質素なものがえっ、ー、と,、うん、えと形をこう移ろいでいくことに美しさあるよねみたいな話 <laughs> つまり要約するとなんかだからうん「声援正しい丸、うん、声援は詫びでそれがガタついているものがサビ」みたいなああはいはい,はい、はい、もちろん,ん「深深淵」ももちろん美しい そりゃ角がなく美しいけど角があるものにも美しさはあるよなみたいなはい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 ことなのかないえああまあどっちも美しいよねっていう本当に和の心だなそれってどっちも趣深いちょっと違うのかなメリハリとかそういうこととはまた違うのかなこれはどうだろうかへえなるほどな 遊びか遊び遊びどういう時に何か自分でさ仕事してる時とかにさ、うん、遊びを意識することってある遊びはいそうだねなんかでも遊びを求められることはあるよおいどうしてだどうやっぱううでもなんだろうでまあうちがやってる想定とかの仕事に関しての うんえー、クライアントから言われる遊びに限定するとはい、はい、あのちょっとポップだったり可愛、うんうん、らしさだったりうん、うん、みたいな遊びを加えてほしいとかが例えばなんだろうな,、うん、なんか夏がテーマの作品だとして。 「はいはい、サマーなんとか」とかタイトルがあったとしてそこに遊びを入れてほしいってなったらパラソルのオブジェクト形シルエットを入れるとかなるほどなるほど。うん、とかあと、うん、波のこう波が立ってる感じのシルエットを入れてみるとか、うん、なんかそういう部分が遊び、うんうん、だから。 タイトルイとは。よりポップに際立たせるためのものっていうイメージかな。にぎやかしだったりするから。はあはあ、でもだからそういう意味で言うとその本選タイトル自体とはまたちょっと違ったところにあるから<ー>一緒なのかもしれんな。やっぱ本筋からちょっとそれているが本筋を立たせるもの 意図としているる本筋立たせるたせめのものもと、うん、いう意味合いああちょっと分かる気はするかもだから余白も,も余白もやっぱそうなんだよねきっとだってそうだねそのリズムがあることでもともと表したい表現したいことを気の立たせいだからね<の>確かにあか意味のあるだ打足みたいな、うんうんうん、そうだよね意味のある うんうん、意味があって本筋際立たせるために緩和するやつはずやべえ外れるこんなにわざと外れるわざと外れるってこれ相当さ余裕持ってないとできないよね創作に対して <laughs> そうだな本当に思うんだけど何だろうねうんめちゃくちゃ客観視してるというかそのうんそうなんだよねなんつうんだろうやっぱりねその自分の書きたいものを 書くためにはここは一歩引いた方がいいよねって思うのって難しいというかねむずいそれがないと遊べないじゃんうんねなんかやってるこっちとしてはさ結構全力で前のめりになってさ、うん、やっちゃうからさなんか遊んでる余裕なんかないというか必要なこと以外削るべきだくらいの感覚だもんねそう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 いらねえなみそうそうそうこ, <laughs> ことだけそうそうそうそ ぐうからああでも今日話してます。戦連の中に遊びがある」っていうのはちょっと分かったかもしれない確かにあの2個を対立じゃなくてってことだよね,そうだねあああ,あいやあこれちょっとわかったかもしれないな,なんかえー、削るだけが伝わる手段ではないとああやっぱ。 関係ないものを足すという関係ないっていうのかな,なんつうんだろういや関係ない何かベースはベースは一緒、うん、ベースは一緒だとしてもちょっと道を外れることでよりそのもともとのものが伝わりやすくなることが遊びなのかな際立つような際立ってなかったら結局打足で終わるからな,そな遊びまで行ってないみたいなね、うん、ちょっとよくわからない 状態だからそうそう<ー>ただしらける可能性もあるからな洗練っていう縁の中に遊びとか余白があるんだとうんうんうん、うん、そしてその遊びとは洗練するためのなんかその一つの、えーうん、それた道であるとでもそれは洗練させるための意図したものであってそ,そこには こう受け手が想像を膨らませるようなリズムの部分だったり、うん、親しみを感じるような部分だったりが存在するべきであると、うん、そうだな分かったね、うん、<laughs> ここまで言語化できたね確かあ,あそうあ、ね、頑張った結構考えた <laughs> 今回本当に何も考えてなかったんですよこれ話すまでおー洗練と遊び うん、遊びと洗練について2個対立じゃなかったですいはいそうだね必要な、うん、でもまあ全部のものに遊びが必要かっつったらまた別だもんな遊びがないからこそいいものもあるしねん、うん、遊びなく全部きっちりかっちりやってる漫画とかあるしそうそうそう、うん、そっちの方がいいものもあるから難しいねあるあるそうそうですね 例えば具体例を挙げるとこれもジャンププラスになるんだけどはいあのーはい、静かと弁慶って読み切りが洗練って感じじゃない<ー>遊びなんてねえよみたいなイメージあったうん洗練だねいや今、はい、その意味のない遊びっていう部分で思い浮かんだのが「はいうん、あのー、進撃の巨人の効果音」とかああ 書き文字なんかあの人言葉にしたりするじゃん,ん,ん、うん、はい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 あの辺はどうなのあるじゃんちょっとパッと有名なやつが出てこねえなこうか「進撃のさなんだっけなふわっ」フワとかそう「進撃の巨人の」の書き文字かな「カバ」「カバ D」って書いてあるんだけど あそうそうそうとか <laughs> そういうやつカバディーあれ遊びじゃないどっか行けほんとだ遊んでるめっちゃ遊んでる全然本筋と関係ないよね、うん、関係ないし別に本筋が生かされてるわけでもないけど、うん、でもこれをさ、うん、パッキャオとかねパッキャオねあるねとか遊んでんななんかこれってでもさ 本筋とは関係ないんだけど、うん、なんか読者こういうの好きだよねとかさ。ああ、確かに,確かに。こういうのちょっと探すために、なんか、<laughs> 本筋の面白さとは違うところで面白さを感じてるよね。ああ、余裕あんな、これ。この遊びは。これ、すごい余裕あるね。これ <laughs> でも、でも好きなんだろう、<laughs> うん、この人が。うん。こういうことがね。こういう笑いが好きなんだろう。そうそう。いっつもね、マジでこれ、いろんな、いろんな人に言うんだけど、進撃の巨人のあのさ、さっ あの作者の人の名前が毎回出てこない。伊佐山はじめ。うん、あ、そう、伊佐山さんだ。毎回あれが難しい。絵面だけしか出てこない。うん、伊佐伊佐山。では読そう、伊佐山。あの人、専門学校出身だよね。確か。あ、マジか。それです。ごくね。すげえな。漫画の専門学校からあんな大物が生まれるのか。偏見だ。偏見。偏見。 い,るだろいや、漫画の専門学校なんてもう、すごい人なんて、一 <laughs> 人もいないと思ってたから、<laughs> か、ね、卒業生で。<laughs> 成し得てる人なんて人も、一 <laughs> 人もいないと思ってたのに、やっぱひ、う筆頭だよな。<ー>い,いますごいよ、中には。<laughs> いやー、まあ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 、ちょっと、わかりましたね。ちょっと、分かってよかった。そうだ、でもやっぱ、いろんな種類があるんだな。 遊びままだまだ、うん、それこそさ作家性というか大、うんうん、の遊びは何なんだろうなそう,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 そう多分ねちょっとこの作家独自の創造性の部分な気もするんだよね,ね遊びって、うん、合ってるかどうかがあるよね大が同じようなことやってもおかしいだろうしね<の>別にやる気もないし進撃もそ,、うん、そうそう進撃の大が書く作品の中で進撃と同じようなこととか 普通の軽音部のこととかやっても意味ないだろうしね、うん、そうなんか俺特有のね抜け感みたいなのちょっとね探していきたいなと思いますねなんだろうそれってでも結構人柄に出てたりしないかな,な、ね、いや,ーいや多分人柄とかねあると思う人柄でそのまんま作品に反映してるとかあると思うよ、うん、あるよねうん絶対ある大のなんだろう、うん、大のなんかちょっと抜けてるというか、うん、はい 意図してない面白い部分みたいな、まあ、いじりがいがある部分みたいなのってなんだやっぱなんかかしこまりすぎるところな気がする。なるほどね。これ大を知ってる人間だったらわかると思うんだけど <laughs>、うんはい、やっぱなんか変にかしこまるというか根本大は、うん。ありますね。なんかかしこまることでなんか。うんうん ちょっっとと一定の距離保って守ろうとするみたいな <laughs> <の>いや、ありますか、ね、これは分かんない。<laughs> 大のその、どういう生き方をしてきたか,からそうなったか分かんないけど、もう俺が大学生の時出会った時には、すでにその、はい、その感じがあったよね。まあでも初対面の時あるあるだね、多分。めちゃめちゃ初対面に対してそれやるわ、俺。とか、なんかあるよね。かしこまりすぎるみたいな。なんか人との距離感取る 取り方独特な瞬間よくあるんだよな大てあそうなのマジかいやでも全然そんなに意識してないけどなうん、うん、なんか感じる時あるなだからそこら辺になん,かなんか余白の余地があるかもしれないっ,、ね、やっぱなんか真面目真面目すぎるかあれかもな結局ああなるほどね <laughs> 対人関係で、うん、結,結構結構俺の周りの中でも図抜けて真面目な気がするんだよな大てあそうマジか あでもそっこよくないかああうん大が大こそ余白がないというか、はい、<laughs> 余白なく見えるあ余白欲しい余白なく見えるかな大ってだから余白ないとこがおもろいみたいなああああ逆にねそうお前そこでもそのゆとりないやんみたいな感じあ,あ <laughs> <laughs> かなんか大のね大の遊びだったりするのかなそこでも余白ねえじゃんって言ってくれるやつがいないと成立しねえわそれ厳しい確かにそれ厳しいんですよ言うやつはダメそうだああそうか難しい自分で作る予約ってのは難しいですいやそうなんだよこれはね非常に確かにそれをでも コントロールできたらマジでやっぱなんか人段階人皮向けるというかね、うん、作家性人間性の話になるもんね <laughs> <laughs> やっぱでも面白い言うよねそのすごい有名な漫画家の方ってその主人公みたいな人だって言う人ってく聞くじゃん、うんねうん、聞くで実際そうだと思うそういうことなんだろうなうん、うん、本当にそういう人多いと思ううん 魅力的な主人公を描く人は魅力的な人間という場合が多いよね。そう、その人に近い、そのキャラに近いみたいな。まず、あ、は何,何でもそうだよな。そ,その魅力的な何かする人は結局魅力的な人だよね。その本人が面白い別にクリエイティブとか関係なしに、魅力的に喋る人とかもそうだし、<laughs> なんか作り出すものだけじゃなくさ、<laughs> うん、仕事上とかでも。そうそうそう。 本が面白くないから。コントロールできたすごいな。俺もちょっと意識しようかな。遊びを意識して。そうね。遊びと洗練。確かに。おお、おたよりいくかな。んか。あ、いいじゃん。そうだよ。おたよりあるんだ行きましょう。今回も。行きましょう。今回もラジオネームタイル屋さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます、毎回。ありがとう。ありがとう。 ありがとう。食べないよ。行きます。三、はい、<laughs> 人でやってるやん。根本様、アンボさん、こんにちは。こんにちは。<laughs> こんにちは。C1 グランプリの件ですが、えー、部活に行きたくなるキャッチコピーを私なりにも考えてみましたが、正直全く思いつかなかったので、<お>クリエイティブなお二人に監督いたしました。えー、はい。 特にアンボさんのやりたいことなんかないに私は共感しました。<お>私自身も学生時代なんとなくやっていた部活ですが結果的に部活が好きになり仲間も増えていい思い出です。一見ネガティブなアンボさんのキャッチコピーですが私のように夢や目標も見つからず漠然としている学生には後押しになると思います。お<ー>え付随してお二人の学生経験で、はい 今に生きてることがあると思うことがあれば教えてください。学生経験、学校の時に得た経験で今に生きていること？そうだ。ええーね、なんかあります。大めっちゃありそうだけどな。あります？そうだね。あるね、あると思う。いや、学生経験でその、あるかなまあなんか部活やってたりしていく中とかその。 うん、先生との関わり生徒との関わりの中で、うん、経験して今生きてるものって、うん、いやちょっとないかもな、うん、<laughs> ちょっとないやばいやばいそれは本当にマジあに、のー、その経験で言うとこう面白いと思われるかどうかの感覚というか、うん、そういう、うん。<laughs> そういう部分からあの <laughs> まあでも学生経験ではあるからそうそうそうあのまあ俺はサッカー部だったんだけど学生経験だからサッカー部のノリ、うん、その集団での立ち振る舞い方とか、うん、なんかそういうそういう <laughs> でも別にそれ今仕事とかには生きてないしな今の友人関係に生きてるだけだから今で生きてるかと。 1あ一個一個経験あの経験じゃないけどあのこれ誰に話したことあるかな、はい、あの中学校3年生の時の、えっと俺の担任の先生がよく言ってた言葉なんだけど当たり前のことは当たり前のようにやれってよく言ってたのその先生がこれはでもなんか。 その今かん、えー、となんだ中学校卒業してからもう十年十何年経つけど今でも思い出せる言葉で、はい、なんかどっかはい、はい、常になんか自分の中でどっかにあるねこ,れこの言葉は。あん<ー>まり、あ、り前のことは当たり前のようにやるとそうまあ挨拶だったり、うん、人としてだなそう挨拶だったりあ<ー>まあなんかしてもらったらありがとうとか。 お礼を言うことだったり、うん、まあ困ってる人というか、うん、なんだろうそういう状況だったら動くとかね人として当たり前のことは当たり前のように、うん、そ,こでそこになんか価値を見出すとかじゃなくて、うん、それはもう当たり前なんだから、うん、当たり前のことは当たり前のようにやれよってよく言われてて、うん、まあそれができてなかったっていう、うん、<laughs> ことなんだけど。 学生の頃はだから言われてたんだけど言われたからそうそうそれはなんかそれだからそういうそれかな俺俺か学生時代の経験なんか弱いな弱いな弱いか弱くないかどうどうだろうだはだはなんですかいっぱいあるそうだなお前いやいっぱいあるけど。 まあでも1個絞るなら頑張り方っすね頑張り方本当に頑張り方これにす高校の高校の時の部活が厳しくて、うんうん、あの顧問にやっぱりその目標を設定してルーティーンを作るやり方をめちゃめちゃ厳しく言われたんですよえこう <laughs> な <んか S 2> どういうことな,なんだろうねこ この目標を私は達成しますっていう紙を書かされてそのための一日のルーティーンと自分がやるべきことを全部書くみたいな部活だったんですよね。っ怖いでしょいやでもそれぐらいちょっと厳しい部活で、うん、えっと、まあ、ノートとかも毎日書かないといけないまあ当たり前なんだけど当たり前なん部活だったんでたんそれは俺が俺の先生が言っちゃったら当たり前のことの中には入ってないよ。 いやー入ってたんですよ。当時の部活で入ってて、それがなんだろうな、もうずっと根幹にある頑張り方の目標から逆算してるみたいな,なそ。そうそうそう、逆算しながらこう。<ー>で、ノートに書いて、うん。うん 毎日気づいたこと書いてみたいななんか漫画ノートみたいなの大学1年の時に始めたんだけど二、うん、27か8冊目ぐらいなんだけどうんそれのせいま,<対>まだやってんのそれ今もやってんのんかまだやってるよやってるすご、ね、俺時々サボるときあるけどやる全然なんか俺7ぐらいまで知って,た知ってるキャるだそれ <laughs> な <んか S 1> うそ何 <laughs> <ん>かああ<ー>か見たことないけどたまに書いてたよね書 <laughs> いてたわ それ今でやってるあれ今でやってあれ28ぐらい今すげえすごいねあれの大体1ページ目に1ページ目に目標みたいなの書いてあるんですよ毎日あのマッキーみたいな書いてたやつでしょマッキーみたいで書いてる私根本大はこうなるみたいなあれやってるんですよすごいそれもうめちゃくちゃもうその タイル屋さんが求めてる回答じゃないのそれ。もうど、どんャしゃで生かされた経験じゃん。すごーい。一番大きいのそれっす、多分。はい。他<ー>のこともちょっと聞きたかったら、そのうち話します、多分。いや、すごいですね。はい、こんな感じっすかね。うん。いや、だから多分、そういうのもあって、うん、多分、部活をやりたくなるコピーは結構並な並ら、ね、何かを持ってやってたんだと。 いやい部活のエピソードマジでねえな、はい、あのそこれ今でも思い出すいう、ね、もうほんと大と真逆エピソードなんだけど、はい、あのまあ僕はい、はい、前も話して僕は B だったんですよ AB あって1軍2軍があって2軍だったんですよあ<ー>でもあの、はい、中学校3年生かな,なんか職業体験みたいなのがあってあ<の>みんなそれぞれ あのどっかコンビニとかスーパーとかまあ知り合いのお店とかで一日こう働かせてもらうみたいなでそれを記録してこう発表するみたいなあの授業の一環であってでなんかみんなこう仲良し同士はなんか同じところに行ったりするのよ同じコンビニに行くとか,なんかそういうのが本屋さんに行くとかあってそうだでサッカー部が何人かごっそりごっそり休む日があったの。 その休日とかにやるからそれ、はい、で、まあ、A のやつらが割と休んででそのまあスターメンがいないわけだから B とかから出るわけよ選ばれるわけよ、うん、でも俺は前も話したようにあの他校との練習試合とか公式戦が好きじゃないんですよだから A としては出たくないの <laughs> で,でまあみんなこうな話だけ集合させられて、はい、あのこう、うん、そう人数が少ない時にまあ俺ディフェンスだったんだサイドバックやってたんだけどサイドバックに欠員が出たのよ。はい、でうわこれ<ー>俺が出る可能性があるとる、はい、おおもう出たくないのよ、はい、だから、はい、先生となるべく。 目が合わないででけえ友達の後ろに隠れるとかやってましたね。俺は俺はいないよ、この空間にみたいな。出たくないんだ。出たくないんだ。すさまじい。とかやってましたね。やっぱその経験は今もこう。 なるべくあこのこれちょっとや,やりたくないなっていうことを、はい、やりたくないなっていうふうに思われ、はい、こいつやりたくないんだろうなって思われないようにどうにかやらない方向に持ってくみたいなあのことを <laughs> 僕は時々あるんですけどそれに生きてますアンボってそういうとこあるな <laughs> アンボってそういうとこあるんですよ <laughs> 例えばそうだな。例えばある誰かが例えば居酒屋でゲロを吐いた時に一番最初にそいつを解放してトイレに連れてくんだよね。<laughs> <laughs> まあそういうことだよねそ。そのそ、うん、の何絶対に床を拭かないんだよね処理,処理班のスタメンにななたくないからね。<laughs> 大丈夫かよつって、トイレ行こうとりあえず、つって、そいつの肩持って連れて行く人なんだよ、こいつは。生かされてるな。生かされてます。そういう部活動での経験が。それをね、そうして、それをね、処理するのが俺らだったりするんでね、やっぱ真面目なんですよ。真面目ですから。だいぶありますね。わかるな。いや、ありますね、結構。じゃあ、やっぱ生かされてんだな。 あるだろう。うん、生かされたそれは。<ー>いい回答じゃん。んどうでしょう。<laughs> それどうでしょう。この回答は。本当に。そういうことでした。<laughs> いや、でも、コピーをね、共感してくれたの、すげえ嬉しいわ。ういそうなんだよな。タイリアさん。やっぱ、タイリアさんと共通部分が多いから。やりたいことないと。俺<は> <laughs> 弱者、<laughs> 弱者男性と。して 本当だよ。一緒。<laughs> いつなんて俺アンボ様なんだよ。ふざけやがって。<laughs> 差をつけてくんな。尊敬されないとダメだ、ね、これ。ざっ面白い。いや、ありがとうございます。ほんありがとうございます。他の方もお待ちしてます。こんな感じですかね。うん。お待ちしてます。はい。ありがとうございます。はい。 えっと第29回。これ、はい、はそうは思わない、はい、えー。今回もパーソナリティは根本と安ンでした。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。